男性が一緒にいるだけで癒される、そう感じる女性にはこんな特徴があるんです。こんにちは、大垣です。このチャンネルでは人間の思考や行動の本質にフォーカスすることで、恋愛や仕事などあなたの日常をより豊かにしていくためのアイデアやヒントを紹介しています。動画はほぼ毎日更新しています。最新の動画を見逃さないためにもチャンネルの登録をよろしくお願いします。また僕への個別具体的なご質問ご相談については僕の個別セッションまでお越しください。男性であれ女性であれ疲れてしまうことがある。しかしその疲れは時間の経過とともに回復していくんです。しかしその回復の速度、この人と一緒にいると早まるよね、言ってみれば癒されるよね。男性が特に女性にそう感じる、そんな女性にはいくつかの特徴があるんです。今日はその代表的なものを7つご紹介をしていこうと思います。彼がね、癒されるかどうか、それに関係なく、あなた自身がブレない心をどう作ればいいのか、あなた自身が目先のことに右往左往しないような心をどうやったら整えることができるのかという話については、こういうセミナーで詳しくご紹介をしています。こちらに画像が出ていまして、日程場所、下の概要欄、説明欄にリンクが出ています。こちらにも同様のリンク出ていますから、こちらから日程場所をご確認いただいて、2日間の本格的なセミナーです。2日間とも僕がご一緒させていただくので、お越しいただいて僕にいろいろ聞いていただくということもできますが、今日は、男性はこういう女性に大概癒されてしまうよね。こういう女性は一緒にいるだけで男の人は、ああ癒されるわと感じてしまうことが多いですよね、というそんなお話ご紹介していこうと思っています。もちろんここでご紹介させている話すべてのケースに当てはまるかというとそういうことでもないので、個別具体的なご質問ご相談については僕の個別セッションにお越しいただくと、あなたの状況や環境、そして心の状態をお伺いさせていただきながら、より実践的なアドバイスをさせていただいたり、問題解決が必要であれば問題解決のためのお手伝いをさせていただくことができます。これも下の概要欄、説明欄にリンク出ています。こちらからホームページ飛んでいただくか、こちらにも同様のリンク出ています。こちらからホームページ飛んでいただいて、ご希望の日時ご入力いただいてお申し込みください。ということで今日は男性が一緒にいるだけで癒される、そう感じてしまう女性の特徴ですね、代表的なものになります。7ついきたいと思います。そのうちの1つ目はこちらです。はい、まあこれ男女ともにそうなんですけど、話を聞いてくれるお相手に対してはやっぱり癒される。発話というものはどんな場面でもそうなんですが、癒し効果はね高いんです。なぜか、もうお分かりですね。考えていることを言葉にするということは、頭の中にあること、頭の中でとっ散らかっていることを言葉という、まあ、いわゆる頭の中にある3次元に広がっているものを言葉という2次元に集約してアウトプットする、そのプロセスの中で、その言葉にするまでの整理するというその経過がね、問題点を明確にし、そして問題を解決するためのアイデアを見つけさせ、アイデアが見つかる、具体的にあ、これ問題解決できるんだと思うから不安や心配がなくなっていく。だから心が軽くなっていくんですよね。あ、意外になんか考えててぐっちゃぐちゃになってたからね、いろいろ疲れてたけど、整理してみりゃそうでもないか。あ、癒されたっていうふうに、まあ、なってしまうご経験っていうのは、それはあなたもね、これまでいくつもあると思うんですよね。それと同じことを、まあ、彼にやってあげればいいだけ。なんかね、いろいろごちゃごちゃ言ってて、なんかもう愚痴っぽいばっか話ばっかりしないでくれるとかね、いやそういう話は私聞きたくないからみたいなことをつい言ってしまいたくなる気持ちもわかるんだけど、そこはね黙ってね、うん、あそうなんだ、へえそうなのへえへえっていうふうに、まあ、とにかく相槌打って聞いておくだけで、まあ、人って結構癒されたりするんで、そしてそういうことがねできる。まあいつもねそれだと困るけど、明らかになんか彼がねそういうこと言いたそうだな、あなんか疲れてんだろうなこの人と思う時には、まあ、とにかく聞き役に徹してあげていただくだけで、まあ、人は癒されるし、そして先ほど申し上げたように、あなたもねとにかく聞いてほしいだけ、いやもうあんた余計なこと言わんでいいからっていう時はあったりするじゃないですか。まあ、それと同じことを彼にしてあげればいいというだけの話だから、まあ、そんなに難しい話ではないと思うんだけども、まあ、男の人がねちょっとこう弱音を吐いてるようなとか、ちょっと愚痴めいたことを言ってたりすると、なんだこの人っていうふうにね、まあ、思ってしまうことがあるかもしれないが、まあ、時にはね、まあ、それぐらい言わせてやれ、それぐらい聞いてやれと、まあ、言うつもりで、まあ、付き合ってあげていただくと、それだけで癒されますよね、というそんなお話でした。さあ、そして2番目はこちらです。はい、自尊心がね満たされる時なんですよね。自尊心というのはつまり自分に対するね、まあプライドとか、まあ、自分に対する自信みたいなものはね、ちょっとこう傷ついたり失われているような状態の時に、それをねもう一回修復してあげればいいんです。いやいや、あんた全然大丈夫ですよ、あんた全然いける男やね、ということで、まあ元気づけたり勇気づけたりするっていうこともあるでしょうと。また別のアプローチとしてはね、
自分をねあえてちょっとこう、まあ、下に落とすわけじゃないんでしょうけど、まあ、自虐ギャグ的にね、あ私もねもっとこういう痛い思いしたんよとか、いや私もねこういうちょっとね間抜けなことしちゃってさみたいな話をしてあげると、あそうなんだ彼女意外にね大変なんだ、あなんだったら俺逆に力になろうか、あなんだったらえ俺頑張って俺の方がなんか手助けしようかという気持ちになって、あ俺って役立つ人間なんだということを分からせてあげる、いずれにしてもあなたは全然平気なんで、あなたは全然ね、頑張れる人というか、あなたはもっともっと人から評価されてる人なんよ、あなたはもっともっとね私から見た時にイケてる男なんよ、私にとってすごく役立つ人なんよ、まあ、役立つって言い方はしなくてもいいけど、まあ、そういうことが伝わってくると、あそうなんだ俺意外にいけんだ、あ今ちょっと自信がなくなってるしちょっとプライドも傷ついてあかんやつだなと思ってたし、もうくったびれたとか思ってたけど、あそう言われたらなんかいろいろやれる気がしてきたぞ、よし元気になってきたという気持ちに、まあ、なっていくこともね往々にしてよくある、まあ、男の人も女の人もそうなんですが、人は誰であれ誰であれですよ、自分がね見たい鏡の前に立ちたいというお話はこのチャンネルの中では一貫して申し上げています、まあ、この辺りの話でもね差し上げたかな、こちらに画像が出ていまして、こちらにも、リンクが出ているので、まあ、この辺りの動画とかあと関連する動画他にもいくつかご紹介差し上げているので、チャンネルご登録いただいてね合わせてご覧になっていただければいいんだが、まあ、あなたはね全然いける人なんよ、あなたはね自分が思った通りの自分だからそれは全然大丈夫よってことを伝えてあげるだけで人は結構癒されるというかね、まあ元気出るというか、まあ傷ついた自尊心を修復していくことができるというそんなお話でした。さあそして3番目はこちらです。はい、適度なね距離感を保ってあげながらあなた自身の存在をね知らせてあげるということ、まあ疲れてそうだからねちょっと一緒にいてあげようとか、疲れているからこそまあちょっと離れておこうとか、まあいろんなお考えがあると思います。ただそれってさ人によって違うじゃないですか、やっぱり近くにいてほしいなと思う時もあるし、あちょっと離れておいてくんないかなっていう時もある。そのあたりの距離感を適切に保つことができると、あ彼女は俺の気持ちを分かってくれてるんだとか、あ距離はちょっと離れてたり近かったりするけど彼女はいつも俺のそばにいてくれるんだ、あ彼女の存在って必ず俺にとっては欠かせない存在としてそこにいるんだよねっていうことが分かる、それを理解してもらえてるということだけで、まあ、人はね、自分以外の他人がいないと生きていけない生き物だから、他人、自分以外のね誰かが身近にいてくれる、そしてその身近な存在が自分と常に距離を自分の望むところにね置いてくれながら見守ってくれている、そんなことを感じるだけでやっぱり勇気が出るし、そんな気持ちをね持てるだけでなんかね癒されるということなので、だこのあたりの距離感っていうのは今申し上げたように人によって違うんで、あちょっとこの人疲れてそうだなとかこの人しんどそうだなっていう時に、まあ、あなたの感覚でね、ちょっとこう助けてあげるとかいうことで近くにググって寄せたりとか、あじゃあちょっと私離れておくわってことで勝手に離れるということではなくて、まあ、ちょっと今疲れてるよね、あだったら私もうちょっと近くにいた方がいい、それとも離れた方がいいということを、まあ、それはもうストレートに聞いてあげてね、そこで彼のまあリクエストに応えてあげながら、またこれまでの彼との関わりの中でねあなたがまあ一番感じるベストな距離感というところをね測っていきながら、お互いがねあこの距離感で彼いてあげるとすごく癒されそうだなというところをちょっとキープしてあげていただくと、まあそれだけでねまあ彼はあそういう気を使ってくれてる人がいる、あしかも距離感なんかすごく心地いいし押し付けがましくもないし、いや癒されるわということになっていくというそんなお話でした。さあそして4番目はこちらです。はい、まあ、これはそのままですが、五感に対する肯定的な刺激をね与えてくれる、まあ、この場合の肯定的というのは、彼のその疲労をね回復することができる、まあ、彼を癒すことができるような肯定的な刺激、五感に対してですから、それは視覚に対してなのか、まあそれこそね海の絵を見るとかさ、山のね写真を見るとかということなのかもしれないし、まああなたの肌触りという意味での、五感への刺激ということもあるかもしれないし、まあ匂いですよね、まあ何かこうアロマ的な何かっていうのことかもしれないし、まあカレーの匂いで癒される人がいるかもしれないし、まあ山椒の匂いとかねごま油の匂いで癒される人もいるから、それは人それぞれみんな違う、彼にとって何が癒しなのか、まあ、音楽なんかでもさなんかねオルゴール音みたいのが癒される方もいれば、なんかね、ハードロックとか聞くと癒されるっていう人もいるんでね、好みの問題っていうのがあるから、一般的にこうだよねということではなくて、やっぱりあなたは何が癒される、こういう時になんか疲れてるよね、どんなことしたいとか、まあ、どんな匂いを嗅ぎたいかとか
か、どんなもの見たいかみたいなことも、これもねストレートに聞いちゃっていいと思うんですよね。逆にまあストレートに聞いて、いやそんなもん知るかボケみたいなことを言う人だったら、それはお付き合い成立してないんでね、さようならっていう話ですけど、彼のことを気遣って、まあどんなことによってねあなたは回復するんですか、まあどういうものを今この疲れてる状態で望んでるっていうようなことを、まあ、聞いて、彼がね、それを望んだものをあなたが提供してあげるという、ただそれだけといえばそれだけなんですけど、それをするだけで実際にねやっぱりそういう気遣いをしてもらえてるというやっぱり実感ですよね。さっき自尊心というところでもお話を差し上げましたけど、そういうことを感じてくれて、そういうことをやってくれてる人がいるんだっていうだけでやっぱり勇気出るし、それだけで、ね、癒されるっていうのもあるんだが、現実にねさらにその五感を通じた刺激みたいなものが得られれば、あやっぱり彼女と一緒にいると癒されるよねっていうふうに、まあそれは普通思うよね。これはもう、ね、男女逆にしてもそうだし、あなたがね疲れてる時に、まあどういうふうにするとこのね疲れ癒されますか、ね、今この疲れてる状態で何したい、あこういうふうに俺やろうか、あこういうふうにやったらリラックスできるよね、これやろうみたいなことを聞いてくれる人がいたらさ、あこの人すごくいい人だな、この人といると癒されるかもしれないっていうふうに、まあ思うことってあるじゃないですか。まあそれと同じだっていうふうに思っていただいていいのではないでしょうか。さあそして、5番目はこちらです。はい、これもうそのまんますぎますが、そのまんまです。肉体の疲労が取れるということですよね。まあ文字通り癒されるということですよね。あなたと一緒にいると体の疲れがなくなります。よく眠れますとかね、まあいろんな癒し方があると思うし、いろんな疲労の取り方があると思います。それこそね、あなたと一緒にいると心が落ち着いて、すごくよく眠れますとかね、あなたのお部屋にあるベッドがねすごくいいベッドで、まあ、そこで寝るとね本当に寝心地が良くて目覚めがいいんだよね、元気になれるっていうことかもしれないし、まあなんかねあなたにこう肩を押してもらったりとかさ、背中を押してもらったりすることで本当に肉体の疲労が取れましたということかもしれないし、まあ2人ともねスポーツやられる方で、さらにね2人で筋トレとかや、まあなんかマラソンとかやってね、ジョギングとか行って汗流して、ね、さらに肉体を疲労させることによって心身のリラックスをね測り、結果的にねさらによく眠れて疲れが取れるとか、まあいろんなバリエーションがあると思います。いずれにしてもあなたと一緒にいると、まあ肉体が癒されるというよりは肉体が本当に癒されるというような、まあ、ことになれば、それは普通に癒されますよねという、まあ、これもだから男女関係なく人としてということだと思うので、まあそういう意味でこう彼がね、疲れてそうだなっていう時には、まあ、精神的な問題っていうのもあるかもしれないが、まあ、肉体的な、ね、問題から来る精神的な疲労なんかの時は、まあ、その肉体をどうすればね、まあ、癒されるかっていうか、まあ、どうすれば疲労回復っていうところにね向かっていくかというところにちょっとこう、まあ、力点を置いて彼と接してあげていただいて、まあ、結果肉体の疲労がね消えてなくなれば、やっぱり彼女といると本当に俺癒されるわ、いや本当なんかすごくいつも元気なんだよね彼女といるとね、というふうに、まあ、思ってもらえるようになりますよねと、まあ、さらにもう一歩進んでね、まあ、彼の、まあ、肉体というかね、まあ、違う方の肉体の欲求を満たすというか、まあ、そちらを高めさせるためにはどうすればいいかみたいな話になると、まあ、こういう動画でもねご紹介させていただいています。まあ、性的な欲求を満たして肉体的な欲求を満たすという話ですね。こちらに画像があって、こちらにリンク先もあるので、まあ、このあたりの話も、これはご参考にしていただければいいんだが、まあ、肉体疲労はみんなね男の人も女の人も消えてなくなりゃ、それはそれに越したことはないし、まあそういう人と一緒にいるといいよねっていう、そんなお話でした。さあそして、6番目こちらです。はい、笑顔を見せてくれるお相手なんですよね。まあこれも男性女性ともにそうだと思います。まあ人は笑顔を見せられればさ、自分が受け入れられてもらえるんだなっていうふうに思うんですよね。古今東西、その細かい違いはあるにしろ、おおよそ笑顔というのは他人を受け入れてますよというサインと同じなんです。そのサインを出された方は、あそうなんだ、俺はここはね自分にとって居場所になるんだ、あ俺はここだ、緊張感持たずに、いい意味でね、いい意味で緊張感持たずにリラックスできる場所なんだ、そう思うことができるから、自分の心の鎧を取ってね、あなたに対して素の自分を出して、そして1番目から5番目みたいな話はそこに加わるから疲労が消えてなくなる、だから癒されるんです。そして何よりもね、あなたと彼との関係性にもよるが、お二人の関係が良好であるならば、自分にとって大切だと思う人が笑顔を見せてくれれば、それだけでさやっぱり癒されるじゃないですか。それはあなたがね、自分の大好きなパートナー、自分の彼とかね、旦那さんの笑顔を見れば、あなんか本当に幸せだなと思うことがあるかもしれないし、まあ、自分家のさお子さんの笑顔とか見れば、それだけでなんかね
まあ、癒されるだけじゃなくて頑張ろうっていうふうにやる気になったりとか、心が乱された思いをすることあると思うんですよね。まあ、そういう意味では笑顔っていうのはね、いろんな場面でそれ自体はとても簡単だしコストがかからないことだから、やって結果お相手を喜ばせるには一番効率のいい方法なんですよね。だから笑顔でいた方がいいんです。まあ、にもかかわらずね、そんなこと分かっちゃいるんだろうけど、時にね、まあ眉間にしわ寄せてね、なんだこの畜生みたいなこと言ってみたりとかさ、ね、もうあんたがこうだからみたいなことを言ってみちゃったりすることあると思うんです。まあ時にはね、そういうことも必要かもしれないが、でもね、彼が疲れてそうだなとか、あ、ちょっと最近しんどそうだなこの人はっていう時には、まあ、あえてね、こう笑顔を見せてあげる。そしてあなたがね、逆の立場の時には、まあ、彼にそういう時にはさ、ちょっと笑顔でいてくんないかなということをまあお願いするとかね、まあお互いが笑顔でいるような関係を作れるからこそ、まあ、結果的にね、まあ、お互い癒されるということになっていくので、笑顔でいることによってね、損することは何もないので、笑顔でいましょうねというそんなお話でした。そして最後7番目はこちらです。はい。絶対的な安心感を得られた時、人は癒されるんですよね。まあ、これはだから男の人も女の人もそうだと思います。一個前のねお話でも少し差し上げたように、あ、ここが私の居場所なんだ、ここが俺の居所で、ここでは俺はね一切の鎧を脱ぎ去っていらん緊張感もなく、無防備の自分になっていいんだ、もうつまんない駆け引きとかで頭の中で電卓叩いたりそんなこともする必要は全くないんだ、自然な心の状態でいられるんだ、まあ、だから心身ともにね疲労している状態であったとしても、あとは本来の自分の回復力を発揮することができるので回復の速度が早まっていくんです。その人が本来持っているね、心をまたプラスな方向に持っていく力が自然にね働いていくんです。そこでね彼が疲れている時に、いやもうあんたとはこの先どうなるかわからんし、あんたが普段何を考えてるかわからんからみたいなことをやいの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 ってやるじゃないですか。そうすると、あ、もうダメだ、ちょっとここは安全な場所じゃない、俺の居場所じゃない、ちょっと他に行こうって話になってしまったりするんでね、これは男女逆にしてもそうですよ。まあだからそういう時ほどねやっぱりこうね、私はもう全面的にあんたの味方ですよ、私はあんたを裏切ることは全然ないよっていうような、まあ、素振りでね1番目から6番目みたいな話、これを彼に対して使ってあげる。まあ結果的に彼もねそれを受けて、あ、やっぱり彼女は本当に俺愛してるよね、俺は彼女がいないと生きていけないし、俺は彼女のために全力でこの先もね愛情を注いでいこうなんてことを確信めいた何かを持つことができるから、ますます安心してあなたと一緒にいようと思えるし、それが結果的にね、まあ、彼自身の回復力を高めていくと、まあ、そのあたりのコミュニケーションを日頃ねじゃあどう作っていけばいいのか、まあ、どうやってね彼とのコミュニケーションを深めていって、そういった安心感や信頼をね、作っていけばいいのかみたいな話はこういう動画の中でもねこれまで随分ご紹介させていただいてるんで、こちら画像が出ていてこちらにリンクもあるんで、このあたりを参考にしていただきながら、まあ、最後の最後はさ、いらん駆け引きとかストレスとか全くない状態でここが本当に安心できるよねという状態を作る、まあ、そのための手段方法としてね1番目から6番目みたいなお話を差し上げたんで、まあその基本はねここで言ってる7番目である、まあ、絶対的な安心感を相手に与えてあげると、まああなたも結果的にね相手にそれを与えられてもらうことができて2人揃って癒されるよねということにつながっていくのではないでしょうか。ということで全7項目ご紹介をさせていただきました。男が女にという言い方をしてますが、まあ女が男にでもね、まあ同じだし、まあ同性同士でもねある意味同じ話なのかなと思います。最後7番目のところでも申し上げたように、まあ言ってしまえばさ、1番目から6番目みたいな話ってのは手段方法としてそれぞれ異なってはいるんだが、お相手のことをねどれぐらい気遣えるか、お相手の気持ちにねどれぐらい寄り添えるかっていうところが一番鍵なのかなと。そしてそれができるから、あ、そういうふうに思ってくれる人が俺の身近にいるんだ、私の近くにそういうふうに私のことを気遣ってくれる人がいるんだ、その思いがね自分の力になり、その力が自分の回復力をさらに高め、結果的にね癒されるということになっていくので、まあ人と人、男と女、関わってる人同士の中でね、やっぱりこの人って本当に癒されるよねっていう人っていうのは大概ね総じてそういう気遣いができる人、気遣いをしてくれる人だったりすると思うので、まあ、そんなことを、まあ、今日のお話の中でね参考にしていただけるようなところがあれば参考にしてみてください。現場からは以上です。